後に一回この子が来るんだ。神事を含めてこの日永神社のおまんと祭りをですね、やはりこの盛り上げて各氏子宗家者の皆様、ちょっと子どもたちの皆様、そういう形がですね、やはりその1年前からずっと準備をして、そして、そういう心の絆を一つにして、そしてお祭りをこの奉納する、こういうことができないのは、まあ、非常に、まあ、残念ではございます。はい、まずこの皆さん方のですね、健康、体が一番大事です。そこからやはりこの神社に皆さんの気持ちが奉納できるという、やはりこの、まあ、コロナを早く収束されてですね、そしてまた新たな、そしてまた希望のあるですね、この日永神社のおまんと祭り、こういうのを来年はぜひとも期待したいと思っております。100年以上続くこのようなお祭りをですね、また来年やるんだという、そのためには自分たちの命が一番大事なんだという、まあ、こういう気持ちでもってですね、このコロナ禍を乗り切って、そして来年に希望を持ってお祭りに進んでいっていただきたいと思います。私自身も頑張りますので、よろしくお願いいたします。